皆さんこんこにちはレック専任講師でで司法書士の運の運子です今日はですねレックで私が初級講座を担当していることから5分でわかる運のクラスということで私のクラスの特徴講義の特徴を皆さんに簡潔にお話ししていこうと思います。 まずはあ私の略歴から、えー、ちょっとご紹介をしていきたいんですけれども、えー、私はあの慶応大学の文学部東洋史学科卒です、えー、中国の近現代史を学習していたんですね、えー、中国の近現代史ですから、えー、大学時代はもうとにかく中国中国中国、えー、ということで中国に短期留学も行きましたし語学も、えー、かなりしっかりと学習をしました今でもまだ話せますで、えー、こういった異色の経歴を持っているんですが 大学2年生の春にですね思うところありまして司法書士試験の受験を決意しましたそれからですね1年ちょっとですね大学3年の夏に当時今最年少で司法書士試験に一発合格しておりますそして大学4年生の時から司法書士事務所に勤務して大学生活と司法書士の実務二足のわらじを履きながら大学を卒業してそして別の事務所に転職しております でさらにその事務所を辞めた後は、えー、今度はですね一般企業の、えー、法務部に転職しまして、えー、法律を使った債権改修業務こちらに従事をしていた経験がございますそしてまあなんだかんだ紆余曲折を経て1999年からレックでもって、えー、この専任講師になったという経歴を持っているんです、えー、1999年に講師になりましたからもう23年以上に長きにわたって講師をやっております 自分でもまさかこんなに長いことを講師をやるとは思ってもいませんでしたしそして自分の実務家実務にです、ね、送り出した司法書士の数の多さに最近本当に驚いております。まあ自分の教え子がこんなにも世の中にいるんだということを誇らしくもありそしてですねだからこそその教え子に恥じないようにですね自分自身も日々成長していかなければいけないと本当に毎日気の引き締まる思いでいるところです。でもでももももっともっとと実務家を私の教え子 世の中に出したいと思ってますのでまだまだ講師としてはですね、えー、続けていこうと えーいう気持ちでいっぱいでありますですから今日はちょっとですねそういった私の講義について皆さんにお伝えをしていこうと思いますまず私の講義の特徴その1はやはり実務家であるという点です今私はあの横浜に事務所を構えておりまして実務経験10年以上司法書士になってからもう四半世紀以上の月日が経っているんですが実務家としては12年かな、えー、というような期間です それなりに件数も増えてまいりまして今では平日日中は毎日自分の事務所でおお客さんと向き合っております実は使用者試験というのは実務家登用試験と言われるように実務家としての視点というものが合格に非常に必要になってくるんです。 あなたが司法書士だったらこういう時どういう判断をしますかあなたがね司法書士であれば依頼人に対してどういうですねアドバイスをしますかこういったことが試験で実は出てきてしまいますですから、えー、私自身が実務で感じたことそして日々注意をしてることそしてもちろん失敗点こういったのことを皆さんにお伝えすることによってこう上っ面だけの法律知識ではなくてね、えー、非常に 深い実務の話を交えた深い内容のお話ができるんじゃないかとそしてそれを心がけております身近な事例を用いて皆さんにわかる講義をお伝えしていきますさあ、そしてポイントその2が運のクラスの専用復習教材であるセルフレクチャーこちらを使ってまいりますこれはですね一問一答形式の復習用教材講義の最重要ポイントと復習箇所が一目瞭然であると書いてありますが これは一体どういうことかと言いますと今日ののの講義の内容、ししっかり復習てくださいいねうは簡単です。でもしっかり復習してください,、ね、い,ださいと言われた皆さんしっかり復習してるつもりになってもその求められている程度が、えー、講師の言うししっかりとと一致しないことがあるんですね。つまり講師の言うしっかり復習してねっていうしっかりというのはある部分は浅くていいつまり例えば6ヶ月なのか1年なのかとかいう期間だけ覚えればいいまたは法律用語だけ覚えればいい。ね。 という意味のアドバイスでありある部分については制度趣旨、そして誰を保護しようとしているのかどうしてこういう規定が出来上がったのかその法律の背景そういった深い内容まで理解してほしいという意味で講師がしっかり復習しろと言っているかもしれないつまり、しっかり復習しろというのは簡単でもその求められる程度というのはやはりですね深さが違うんです。 でもねそれをしっかりと受講生に伝えられないと受講生は自分ではしっかり復習したつもりでもそれが合格レベルに必要とされるレベルとマッチしないということが起こってしまう一生懸命復習してるのに全然力にならないというここが起こってしまうんですそれは何とか回避したいせっかくやる気なる皆さん、ね、やる気があってしっかり勉強しているそのしっかりを合格に結びつけたいという思いから じゃあ何をどこまで学んで理解していけばいいのかというのを目に見える形で皆さんに提供しようということで作ったのがこのセルフレクチャーなんですセルフレクチャーにはもう今日の講義の内容で上っ面の法律用語だけ覚えとけばいい内容と深く制度趣旨まで理解しなければいけない内容それ一問一答形式にすることによってそのセルフレクチャーに答えることによってその復習の際に皆さんに求める程度をしっかりと把握して身につけていくことができる できるようにしております。 とにかく百0 0分1件に近づなんでぜひですねあのお近くのレクの本校ないしは、えー、インターネット等でもお公表しておりますので公開しておりますのでぜひですねお手に取って見ていただきたいなと思います本当おすすめです合格者の方がボロッボロになるまでですね、えー、使って、えー、使い込んでくださるのをまあ合格した後に守ってこられて、えー、よく見せていただきますあここまで愛してもらったんだここまでね大事にしてくれたんだということ本当に嬉しいと同時に皆さんの合格にですね、えー、役立っているというですね、えー、非常にそういう なんてててでしょう革新が持てていますこれからもずっと使っていこうと思いますし日々ですねこうバージョンアップしてどん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 、えー、皆さんの合格にさらに近づけるよう私自身もこう改定を続けておりますから、えー、ぜひですね皆さんの合格にお役立ていただきたいなと思っております。 そして3つ目がこちらポイントさん学習カレンダーを皆さんに提供します最短合格の学習スケジュールを皆さんに提供していきますもういつの時期に何をどれぐらい勉強すればいいのかもうなんと毎日のカレンダーを皆さんに提供してこの通りやりましょうそうすれば受かるよもうスケジュールね勉強の計画 全部私に任せてください皆さんはとにかく、えー、やる気を持って息切れしないようにその私が引いたレールの上を、えー、走って、えー、いただければ大丈夫です。合格へのの最短ルートは私の方で引きます、えー、何をどのタイミングでどれぐらいそしてすでに終わってしまった科目は今の科目と、えー、何対何で復習するのかそして過去問は一日何問解いて一日何科目やるのかもう全部スケジュールで提供しますからさあ勉強机に向かってはいいけれども一体今日何をやればいいのか。 もう悩むことは一切ありません。目の前に人参映します。人参を追っかけてください。その人参を追っかけていけば、知らぬ間に合格レベルに達成することができるようにね、えー、皆さんを導いていく自信があります。 今レックの講師で一番私が長く教団に立っております一番多くの合格者を出しておりますですからこのですね私自身今まだまさに自信がみなぎっておりますからそのですねあの皆さん方に合格へのノウハウを伝えていきたいと思っておりますぜひですね私の講義 興味持った方ねご不明点などはレックのコールセンターやまたお近くのレック各本校までお問い合わせいただきたいと思いますもう何としても地方書士になりたいそれも短期でと思う方にぜひ私の講義を聞いていただきたいと思いますそれでは今日は5分でわかる運のクラスといたしまして私のクラスの特徴をお話ししました、えー、皆さんご清聴どうもありがとうございました